はい、札幌から30分岩見沢に到着で、今日は朝ゆっくりしてまして、でそれまでに特にやることもないので、地図を見てたらですね、室蘭本線っていうものを見つけまして、岩見沢から苫小牧まで函館本線とちょっと並行して走るような線路を見つけてね、それ乗ったことないんですけど乗ってみようってことで今岩見沢に来てます。まあこれからの予定としては、その室蘭本線に乗って一旦苫小牧とか沼の端の方まで行き、でまた札幌に戻ってきてオホーツクに乗って北見に行くという旅。本当に今日はただ北見に移動するだけですね、本当にメインは。で次の電車が12時45分発ということで、あと15分20分ぐらいあるんでね、ちょっと待っていただきます。列車が到着いたします。ご注意ください。1番線に列車が到着いたします。ご注意ください。
はい、